テルニはイタリア共和国ウンブリア州南部にある都市で、その周辺地域を含む人口約11万千人の基礎自治体。テルニ県の県都である。ウンブリア州では州都ペルージャに次ぐコムーネ人口を有する。古代に起源を持つ都市であるが、19世紀以後に製鉄所を中心に工業都市として発展し、鉄鋼の街、イタリアのマンチェスターと称された。このために、 第二次世界大戦では爆撃の被害を受けた。21世紀初頭の現在も重要な産業都市で、あるとともに、歴史、文化的遺産や自然環境を活かした観光業も発展している。また、都市の守護聖人である聖、ウアレンティヌスにちなみ、恋人たちの街という名でも称される。テルニ県南東部のコムーネ。 ビテルボから東北東へ約 47km、州都ペルージャから南南東へ約 64km、ラクイラから西北西へ約 67km、首都ローマから北へ約 75km の距離にある。テルニ県隣接コムーネ隣接するコムーネは以下の通り、括弧内の RI は d エ t ティ県、PG はペルージャ県所属を示す。この地方には、 青銅器時代から、ウンブリ人が暮らしていた。この都市も、紀元前7世紀頃に、ウンブリ人によって建設されたと考えられる。紀元前3世紀には、ローマ人によって征服され、間もなく、フラミニア街道上に位置する重要なムニキピウムとして位置づけられた。ローマ人はこの都市を、二つの川の間に、を意味する、インテラムナ・インターミューナと名付けた。ローマ帝国時代、 この都市には、水路、死壁、野外劇場、神殿、橋など、いくつかの建物が建設された。3世紀にインテラムナの司教を務め、殉教した人物に、ウアレンティヌスがいる。後に聖人とされた聖ウアレンティヌスの伝承には、テルニのウアレンティヌスも含め複数の殉教者たちのイメージが重なっているとされるが、テルニは聖ウアレンティヌスを、都市の守護聖人としている。 テルニのドゥオーモ755年に、ランゴバルド人がこの地を征服すると、テルニはこの地方を代表する都市という位置を失い、スポレート広告で、第二の都市という位置づけになった。1174年には神聖ローマ皇帝フリードリヒ一世に、従うマインツ大司教クリスチャン一世の、軍勢によって、略奪を受けた。13世紀には、シジのフランチェスコがしばしば訪れ、 祈りの場としている。14世紀にテルニには独自の都市憲章を制定した。1353年からは、死壁が拡張され、新たな運河が開かれた。中世後期のイタリアの都市国家の多くと同様に、テルニでも強硬派と皇帝派の党派に分かれて、しばしば流血の構造が行われた。後に、テルニにおける両者は、ノービリーとバンデラリという党派になった。その後、 テルニは、強皇寮となる。近代以後、鉄の町として知られるテルニであるが、1580年には、モンテレオーネディスポレートの鉄鉱山で産する、鉄鉱石を用いた製鉄が行われており、伝統的な産業としての性格も持つ。17世紀には、薬病や飢饉による打撃を受けた。テルニ製鉄所19世紀、テルニは豊富な水源を利用できることもあり、 産業革命において主導的な役割を果たした。新しい産業として鉄工業が成長したほか、兵器製造、製野羊毛などの工場があった。1927年、テルニは県都となった。第二次世界大戦中、重要な工業都市であったテルニは連合国軍による爆撃の格好の対象となり、108回に及ぶ空襲が行われた。 しかしながら、戦後の都市の産業復興は速やかであり、イタリアのマンチェスターと呼ばれた。テルニには以下の分離集落がある。テルニは3つの重要な産業の拠点がある。一つは AST のステンレス鋼成工所で、テルニ東部に広大な敷地を持つ。また、テルニの西部にはポリマー製造工場が集まった地区がある。もう一つ、テルニ研究所と呼ばれる。 新産業研究機関が置かれ、グリーンエネルギーの研究、開発を行っている。パラッツォスパーダ近郊には、マルモレの滝がある。プロサッカークラブのテルナーナカルチョが本拠を置く。ホームスタジアムは、スタディオリベロリベラティ。同じ州内に本拠を置く、ペルージャカルチョとの対戦は、ウンブリアダービーと呼ばれる。地域に高速道路は通っていないが、s s は、 スーピルストラーダと呼ばれる高規格国道であり、アウトストラーダ A1 トールテで接続している。テルニ駅テルニを代表する駅はテルニ駅である。聖バレンティーの協会。ありがとうございます。